黄色いレモンって幸せのおまじないね。ね、おまじないね。お嫌い？お好きですか？ね、お姉さんすごい氷飛んでくるね。角ハイボールがお好きでしょ。ウイスキーがお好きでしょ。俺好きなんだな、やっぱり好きなんだってやっぱりおよ私もやっぱり、はい、好き話でしょ。それで国民になりたいな、やっぱりやっぱり角ハイボールがお好きでしょ。ウイスキーがお好きでしょ。メンチとハイボール幸せ。メンチとハイボール幸せですか？あなたは？幸せになりたいです。もう一回最初からね。メンチとハイボール、揚げ物と角ハイボールお好きでしょ。あ、いらっしゃい。ハイボールと唐揚げ。ハイカラって言って。あ、うん、ハイカラ。ありふれた話でしょ。それでハイカラおかわり。ハイボールと唐揚げお好きでしょ。ウイスキーがお好きでしょ。うまそうね。待ちきれませんよね。ありふれた。冷たい角ハイボールがお好きでしょ。いらっしゃい。ハイボールを。はい、いいですよね。ああ、アジフライ。アジフライもいいけど、ああいいですよね。ねえ、それでいいの今は気まぐれ。角ハイボールがお好きでしょ。ウイスキーいらっしゃいませ。お好きでしょ。いらっしゃい。いらっしゃいませ。ハイボールは、はい、ここいい？あっち空いてます。こっちがいいの。あの、一杯付き合ってください。それでいいの今は。ありがとう。ありがとう。角ハイボールがお好きでしょ。角ハイボール、レモンを軽く絞って氷を入れます。瓶はキンキンに冷やしておいてくださいね。角が1人。それでいいの今は。ソーダが4。濃いめが好きな方は濃いめでどうぞ。そしてマドラーはそっと。混ぜすぎちゃダメ。できた。では、ウイスキーがお好きでしょ。この店が似合うでしょ。角ハイボールがお好きでしょ。